皆さん、ご報告がございます。この度、福井智也、写真集を出すことが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。いやね、結構これ驚かれる方多いと思うんですけれども、まあ僕もね、決まってちょっと嬉しい反面、もうプレッシャーがありますけど、まあ、経緯を説明しますと、まあ、僕もね、今24なんですけど、このね、20代前半の僕っていうのを、まあ、何か形にね、一つ残したいなというふうには思っていまして、で、何かできないかなと思って、それこそマネージャーさんとかに、まあ、相談して、できることをやりたいなというふうに思っていまして、まあ、その中で一個、写真集というのをね、僕自身も、すごく、まあ、夢ではありましたから、写真集とかどうですかねっていう話を僕から事務所さんにさせていただいて、で、マネージャーさんも動いてくださってですね、なんと、写真集決定しました。いや、これすごいですよね。写真集出される方って、僕も、なんですかね、昔見てて、うわ、すごいな、芸能人だな、というふうに思ってました。なんか、書籍というか、本屋さんで並んでる写真集みたいな。まあ、そういうね、表紙を見て、有名な方の写真集が並んでるのを見て、あ、すごいな、というふうに思っていたんですけれども、ついに僕自身の写真集が出るということで、皆さんね、報告ということです。で、まあ、報告だけではなくですね、まあ、僕福井智也、こうやってね、皆さんと本当に一緒に紆余曲折ありながらも乗り越えてきて、まあ、芸能生活もうすぐ5年目とか5年目かなになるんですけれども、せっかくこうやって、まあ、YouTube だったり、僕は TikTok も Instagram も結構 SNS をやってる方だと思うので、まあ、できればね、その SNS を使って皆さんと一緒に僕の初めての写真集を作り上げることができたら素敵だなというふうに思いましてですね、こっからはちょっと皆さんに募集をしたくこの動画を撮っております。というのもですね、現段階ではどういうふうに、まあ、皆さんがね、喜んでいただけるんじゃないかなっていうのは僕の中でも結構いろいろあるんですけど、まあでもそれでも皆さんのやっぱ声を聞いて、それをね、なんか僕自身も見て、で、写真集の撮っていく写真の方向性みたいなのを決めれたらすごく素敵だなというふうに思っていますので、キューボということで皆さんから、僕のこういう姿が見たいよとか、こういう、写真どうですかとかいうのを募集したいと思います。ですね、この右上の、あ、違う、皆さんから見て左上かな、画面上では右上、僕は左上、ここのね、ここら辺にちょっと多分出てるか、もしくは下の概要欄に貼っとくと思うんですけど、そちらから、Google のアンケートフォームみたいなのを作っておくので、そちらにちょっとお手数なんですけど、リンクに入っていただいて、こういう福井智也が見たいとか、ああいう福井智也が見たいみたいな、そういうね、ご意見をいただければいいなというふうに思っております。でですね、まあ本当、まあ僕自身もこれからね、皆さんに喜んでいただける仕掛けというかは、まあいろいろ考えていこうかなというふうに思っているんですけれども、まあ皆さんからの声もね、大事にしたいなということで、そういうふうに考えているというのと、あと、まあせっかくなんで、僕の初めての写真集ということで、写真集のね、タイトルの方も皆さんから案をいただこうかなと。その中で、良いものがあれば、そちらにさせていただこうかなというふうに思っていますので、まあ、もしよければですね、皆さんのお力をお貸しください。はい。そしてですね、まあ本当に、やっぱり写真集を出すということはね、僕自身も結果を出さないといけないということではありますので、本当10番目指して頑張っていきたいなというふうに思ってますので、まあね、これ僕の YouTube だったら今、8000人ぐらいですかの方が、登録してくださってるのでですね、ぜひ皆さん一人一冊よろしくお願いいたします。ということで、まあ、まず最初は5000部をね、目指して頑張っていきたいと思ってますので、皆さんぜひね、お力をお貸しください。そしてまあ、発売日とか、まあ、その他もろもろの詳細っていうのは、また後日、すべてが確定し次第、皆さんにお伝えさせていただこうかなと思いますので、そちらの情報をお楽しみにお待ちください。多分、まあ、僕の Twitter、そしてまあ、インスタかなぐらいから、
は出そうかなと思ってます。あともし撮れたらね、せっかくこうやって動画で報告してるんで、まあ詳細も YouTube に上げれたらなと思うんですけど、まあ詳細だけだったらもしかしたら Twitter になるかなと思います。はい、ということで今日はね、ご報告ということで、まあなんかこういった感じの報告動画っていうのをね、まあ僕多分このチャンネルで撮るのが初めてですし、そして完全に一人っていうね、はい、なんか報告っぽい感じ出そうと思って、後ろはこの後ろ背景、まあ会議室なんですけど、事務所ので、まああのちょっとね黒っぽい服着て、でもめちゃくちゃ金髪っていうね、はい。ということで、まあそんな感じで今回の報告にはなるんですけれども、ぜひね皆さんたくさんたくさん意見をいただけると嬉しいなと思いますので、ぜひお待ちしております。それではですね、少し短い動画にはなってしまったんですけれども、今日はご報告ということでこの辺でバイバイ。終わり。